メルカトル図法というこの地図、こういうものが440年前に発明されて以来、僕らはこの世界地図に 見慣れているんですね。でこれは四角に収まってるからすごく便利なんですけれども、よく見ると南極大陸っていうのがすごく、大きく描かれてしまってるんですね。いろんな人がいろんな地図を作ってメルカトル図法の欠点を直そうとしたんですね。ダイマキションマップという地図なんです。で、バックミスターフラーという人が発明していて、1946年に発明されたんです。あんまり有名じゃないんですが非常に優れていて、陸地も海も形も面積もほぼ完璧に正しいんですね。で、これを見ると南極大陸というのは実はこんな形してるんだって知ってました？あとグリーンランドっていうのは大きいけどオーストラリアよりずっとちっちゃいということがわかる。非常に便利なんです。ところがこれ陸地が切れないように描いたから、海の部分を、に注目すると太平洋が3つの領域に分断されてしまうと。目指したものはメルカトル図法のように四角いけれども、ダイマキションマップのように陸や海の形、面積が正しくて形の歪みも少ないと、そういう地図を作ろうと思いました。地球をまず96等分します。その面積を保ったままギューッと球の中心に向かって進射投影っていうのを行います。球の中心に向かってこうギューッとおにぎりみたいに握っていくと、さらに出っ張ってた部分をお腹をぺちゃんこにして牛乳パックのような静止面体という形に書き写します。静止面体っていうのは唯一いろんな立体のがある中で唯一こうハサミを入れて切り開くと縦横比が1対ルート3の綺麗な長方形に展開できるということが分かったんですね。こうして、面積比が正しい、長方形にピタッと収まる世界地図ができる、これが1点目の利点です。で2点目はこの展開図というのはこの辺の中心を回転軸にここですね180度ずつ回転させると、今シベリアつながりましたけれども、地理関係がつながったまま縦横斜めに連続して、つながっていくと、そういう特徴があります。実際に触ってもらいながらちょっと作業してもらおうと思います。耳の一番をこのスリットの一番にこう差し込んでもらうと静止面体の地球儀ができます。船で行く世界一周旅行のルートをお手元のこの油性ペンで書いてほしいんです。ポイントは平面上の地図で世界一周を考えるとやっぱり限界があるんです。で、これ組み立てると静止面体になるんです。それでこうルートを書くと結構いろんなルートで世界一周できるようになっているのが分かると思うんですけども、僕らの住む地球を、俯瞰する道具は2つある。1個は地球儀、1個は世界地図ってずっと言ってきましたけども、その両方を統合してこう折りたたんだり開いたりすることで地球儀になったり地図になったりするというのが、今回私が提案している世界地図の道具の、最大の特徴だということが言えると思います。こういう立体幾何学っていうのは数式にするとめちゃめちゃ難しくてめちゃめちゃ眠いですけども、手を動かしてハサミとセロテープで手を動かしながら学ぶと瞬間的に幾何学は分かる、そういう機会を持ってもらえればなっていうまとめにしたかったんですよ。これなんか10歳以下の子供対象って最初言われてたんで、でもそれは大人にとっても大事なことだと思う。それをまとめにさせてもらおうと思います。どうもありがとうございました。